はいどうも。ほい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 。あら、ちょっと待って。どこか。はいどうも。はい。でしょうか。楽しみ45分の時間ですよ。よし、行きましょう。はい。ということで、出来上がりました。グミちゃん汁。お久しぶりのグミちゃん汁でございます。ありがとうございます。そして、パンにはやっぱりネオソフト。久しぶり。なんだろうね。めっちゃめちゃ久しぶりにね。木南公認めっちゃめちゃ久しぶりですよ。パンにはやっぱりネオソフトね、買いたくなったのよ。めっちゃめちゃ久しぶりです。もう子供の頃これしかなかったもんな。マーガリンってネオソフトしかなかったんじゃないですか昔。どうですか皆さん。わあ、若い人たちはねあれでしょうけど、僕ら子供の頃はもうネオソフトしかなかったですよ。マーガリンはそんな気がする、そんな気がする。日曜日、いや日曜日じゃないんですけど、今日はなんかそんな気がしません？どうですか同世代の皆さん、も先輩方、これどうやってんのこれ。パンにはやっぱりネオソフトって言ってたもんね。他にあったのかしら。どうなんですか。もうちょっとやりた方がいいのは分かってたんだけど、知りつつもですよ。やむにやまれぬですよ。いや、やむにやまれるか知んないけど、どうしてもね、もう早く食べたくて、もう汁も早く飲みたいんですね。汁も早く飲みたいんですけど、3枚も焼いちゃったよ。3枚も焼いちゃった。もうこんなもんにしときましょうか。こんなもんにね、やりすぎ感あります。こっちから行きます。やります。うん、やっちゃったぜ。もう洗濯、もう洗濯です。しょうがないです。うん、T シャツも洗濯だ。おいしい。やべ、やべ、おいしい。やっぱおいしい。やっぱそうだわ。やっぱほう。誰かが言ってた通りだ。パンにはやっぱりネオソフト。見て、口の中が消えてるんですよ。中が噛みすぎて、あっちあっち、目がかい。ああ、うんうん、ああ、豚おいしい。
口の中に。マーガリンが残ってる中に。この汁が入っていくの、たまらんな。あかい。あっちゃ、これもグイちゃんです。これもグミちゃんですっておかしいけどな。グミちゃんからもらったやつです。KK さんと話したんだよね。豚の脂ついてる。とんかつについてる。してたら食べたくなったね、とんかつ。ブルーか。とんかつ食べたくなったもんだけど、太りすぎなんだよ、本当に。本当に太りすぎ。いくらなんでも。ちょっとやばい。せっかくダイエットしたのにさ、一昨年か。なんのこっちゃ分かんない状態なんだよ。やらないと、本当に。もう一回気を引き締め直して、引き締まっていこう、引き締まっていこうって言いますから。世の中、何が世の中か知らんけど、いっか。パン好きに嬉しいニュース。なんだ、あ、20g 増量中の味か。話か。雪印メグミルク。あれがあってから名前変わったんでしたっけ。アイランチファー。あ、ごめんなさい。ちなみに公認とは芸能界中のパン軸と、うん、そういうことね。こういうのが大事なんだよね。今って昔からだけど、
リーナー、あんパンをさっと焼く、やけどにご注意ください。ネオソフトを塗る、で酸でだけで完成。この切り方は考えられてるね、この区切り方、非常に考えられた区切り方ですね。だけで完成ってところで普通切らないから、ね、いきて、口の中いて失礼します。こうやってやってる、こっちの指も痛いです。もう冬も終わりですね。今シーズンは鍋をすることできなかったな。冬鍋ね、夏鍋は、あ、しまった。メール返信。だよね。新調しようかと思ってて。大かな。あか。味噌汁と野菜だけ生活。つうかっていうか、もうもっと考えないとやばい。やばい。体重計に乗ってもいないもん。現実から逃げてんすよ。怖くて。正直やん。ああ、めちゃめちゃ美味しい。お借りしちゃうわ。ちょっと早いぞ。ちょっと早い。
ま。食べながらだよ。明日のご飯のこと考えてました。昨日の夜のうちにこれは火通して炊いといたんですよ。で今日炊けて、明日どういう風にしようかな。ああ、幸せ。あ、ごめんなさい。長いっすね。失礼しました。あ、美味しかった。ということで、グミちゃん汁お久しぶり。そしてパンにはやっぱりネオソフト。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごもちゃんの。おいでおれ。